ってるのがさ、あれ意外に高評価だぞ。いや俺これいいなと思ったら全然伸びない。あ、本当に、もう分かんないな。何本当ですね。はい、ということですね。シャロムダジャハオチョの夢だ天国家ウジンです。ユイダです。はい、ということでまた忘れた、西大不動尊、ユイダリ君のですね、はい、本拠地であるアトリエである、ここからねお送りしてきました、この天国家ウジンのチャンネルでございますけれども、まあ軽くね最後はねちょっとユイダリ君とねお話ねしましょうかね。で、あの天国やってるじゃない、はい、で天国やってほら、今まではさ酒井紫音のやつとかね、はい、やってきたけれども、今は誰に興味あるとか、今は、でもその、去年卒業する大学に出る時に、そのために酒井紫音を調べていって、っていう中で、今は酒井幸道ですね、お父さんほうほうと、あと師匠2人ですね、と安田幸三の足立中村とか、あ、そうです、その辺とかっていう、ちょっと自分の好きなものを遡っていってみたいなっていうのはあって、なるほどね、で一番は酒井幸三の、作風だったりとかっていうのも面白いなと改めて思ったので、結構今はその辺ですかね。中国インジンにはいかないんだ。日本中国僕そんなに、あんまり興味がないというか、でも珍しいよね、酒井幸道に注目するっていうのはなかなかないわけじゃん。で言ったら、河合線路だったり、松丸峠だったりっていう、そこら辺のさ、なんかスーパースター的なところにやっぱりみんな依拠すると思うんだけれども、このまず酒井紫音に目をつけるっていうのね、だからどっちかっていうと目をつけちゃいけないという教育を受けるわけじゃん。そうですね、だから、だって、天国教室行って酒井紫音を紹介するかっていうと、まず名前が出てこないないですね。で酒井紫音自体がさ、こんだけ有名なのに、なんていうか、なんかこう天国家の名前からこう出てこないってい う、ね、この不思議な感じね。だからなんか腫れ物を触るような存在なのか、それとももう天国家自体がどっちかっていうと相手にしてないのかってい うところではあるんだけどさ、僕、大学1年生の時に酒井紫音を知って、それがきっかけで天国始めるんですけど、でも無知がゆえに、こうすんなりこう受け入れられたんだなとは今なって思いますね。そうだね、だからこの邪道か邪道じゃないかっていう瀬戸際でしょ、で僕なんかも最初見た時はさ、おったまげたわけですよ。そうですよね。でただ真似はできねえなと思って、なぜかって言ったら、真似したら全く同じ、例えば助産工風を真似するっていうのは OK なのよ、なぜかというと丸山大夫だったりね、あとは蘭台だったり書生がやってて、でそれなりに自分のものにしてこう、新たな助産工風っていうものができてくるんだけれども、もう酒井紫音になるともう完成しすぎちゃってて、その特に主文はね、そうするとそこを真似するっていうのはなかなか難しいかなと思ってね、で大体天国をやってる時ってタイプ2通りあると思って、先輩から守ってきたものをひたすらこう続けていくっていうのと、あとは自分で自分なりの天国を編み出したいというタイプが、ところが天国でいうとね、ほぼね、その独自のものを出したいという人ってそんなに多くないんだよね、不思議なことに。だからほら、書家はあの絵描きさんとかね、そういう、芸術と名乗るところに言うと、どうしてもその模倣から脱却したいという、新たなものを作りたいという意思がすごく働くと思うんだけど、天国に関してはそういう人っていうのが少ないんだよね。若い人でもそうかね。そうですね、やっぱり僕の周りも多いですね、そういう人というか、どうしてもこう、詩風だったりに似ている人の方が多いので、なかなかそこからこう一皮むけるというか、っていうようなのはなかなか見ないですね、やっぱ。でこういう話をするとやっぱりね、批判が多くなるで、でも
それはね別に守ることはいいと思うし、うん、それも一つの道だし、うん、僕もそうやってるんだけれども、うん、でもどうしてもやっぱり自己表現というかね、うん、このなんか作るってことは自己顕示欲があるわけじゃん、うん、そうすると自分なりのものをこう追求したいっていう、でパッと見た時、あれって宇人の作品だよねみたいな感じのものを作りたいという部分があるのね、うんうん、だけどさ、それってさなかなかさ意図的に作ろうと思っても難しいんだよ、うん、それを酒井紫苑っていうのは意図も簡単にとは言わないのかもしれないけど、うん、あそこに思い至るってことないじゃん。そうですね、うん、だから思うのは彼が付き合ったいろんな依頼主の影響なわけでしょ、うん、だからなんて前衛職家からこういうものを作ってほしい、でそこが来なければ多分自分でそこに行こうとはなかなか思わないんだよね、うん、だからそのどこにきっかけがあるかっていうのはなかなか分からなくてね、で僕なんかもその現代アートの人たちからの注文ってすごく多いわけよ、うんうん、でそうするとなんで僕に来るかっていうと、酒井紫苑と全く同じだよね、うん、普通の篆刻じゃ合わないからなんか、うん、だけれども一般的な篆刻家っていうのはそのはみ出したことをやるのを嫌がるっていうかね、邪道なことを、だが僕なんかの印を見た時にこれはいいんじゃない、篆刻じゃないみたいに言われたりするんだけれどもさ、だけどそういうものを求めてるっていうところはあるんですよ、うん、でそれが篆刻をやってない人がねそこに行ってもなかなかそれは難しいのよ、うん、でやっぱり酒井紫苑っていうのは何かっていうと、代々こう受け継がれてたその篆刻というエキスがこう入って、そこから新たなものを作ってるっていうね、うん、そうですね、うん、でそこがね僕なんかでも酒井紫苑の魅力かなと思う、うんうん、だからやっぱり、酒井紫苑って言ったらこれは篆刻なのかって怒る人もいる、うん、いますね、うん、いるし、もう絶賛する人もいるし、うん、ね、だからそこら辺はね非常にデリケートなでもこっからは多分いろんなものが出てきてよくて、で例えば野球選手でもね、もう裾野が広いからイチローが出てくるわけだ、ね、うん、篆刻の場合あまりにも狭すぎる、す、ね、特に今だって大東で、ね、篆刻家の聖地と言われる大東文化大学で篆刻を取る生徒はまあまあほぼいなくなっちゃったわけでしょう。少ないですね、まあ、しかも、まあ、ゼミに入る子は、うん、2年間3年4年と学ぶ子はいますけど、うん、そこからこう続けるかって言われると余計、うん、その少ない何十人がまたさらにも1人いるかどうかっていうところになるんで、うんうん、そうですね、やっぱどんどんこう減っていってるような感じはしますね、うん、やっぱりこれはね、ここからなんか増やすのが目的とかではないし、何言ったら自分たちやりたい人がやってればいいんだっていう考えもあるし、僕もそう思うんだけれども、ただあまりにも寂しすぎるという僕はね、スーパースターが見たいの、で、もうね、出てきてうわこいつやべえっていう、うん、もうこっちの恐怖心を煽るような若者を見てみたいっていうのがあって、僕ももうある程度さ45になってくる、だいたいこういう風になってくだろうなっていうのは分かってくる、で自分がこうね本当はね俺がねカリスマになってこいやけど、もうこのくらいになってくるともうだいたい分かってくるんですよ。でも25でさ、だからもうこれから僕の役目としてはもう上すぎる人たちとがいる、でその中間がいる、でこのこれから始める人がいるって、僕多分その間にいるんですよ。でこっから できるとすると、例えば僕は篆刻で食べてる、で、うん、その篆刻で、食べれる状況っていうか、どうやったらそれで生計が立つのかな、うん、そこってある結構重要だと思うのよ。篆刻、うん、やってなんで篆刻やらないかっていうと将来見えないの、うん、例えば書道をやってると書道教室開きます、うん、で言ったら字を書いてなんか文字デザイナーになります、うん、方向性あるんだけど、篆刻家になって食えるという想像は誰もできない。そうですね、うん、でも実際問題書道家がいる限り篆刻は続くしね、うん、売れるしね。あともう一つ言ったらそれ以外の裾野って言ったらものすごい広いわけよ、うん、で絵手紙やってる人もいるし、うん、蔵書院で使う人もいるし、うん、まあ、手紙に押すということでもあるからね、うん、だからそれを僕は開拓して、こうね、初段とはちょっと違うところから注文をもらったり、現代アートからの人からもらったり、日本画の人からもらったり、っていうことでね、初段の人はあんまりくれないけどね、僕にはね
まあでもそれでも初段の人も結構ね毎日の系、読売系、日展系の人の分も掘ってたりするんだけど、うん、だからそういう面でね、これからなんかね僕がやりたいのはこういうふうにね、ゆうくんみたいなね、うん、と人たちとの交流ですよ。でもっと言ったらその俺にない感覚が欲しいの。だからうまい下手とかどうでもいいのよ、うん、で新しい感覚だからもううちの娘がさ、うん、まだ高校生だけどそっから学ぶことってすごい多いんだよね。でも自分でももうね自由でやってるつもりなんだけどどうしても天国の世界にいるとその天国っていうものを好きだから、うん、だからそっからはみ出れないこの部分でもどかしさが、うん、でそれにフィルター貼ってることにも気づいてないし、うん、でそれを取っ払ってくれるっていうのは新しい感覚だと思うんだよね、うん、別の分野だったり新しい若い人が、ね、出てきた時にだから僕そこのところで新しい感覚せっかく持ってる子たちをがこう伸びやかにとか俺が言うのもおこがましいんだけどそういう部分ある。だからそれでほら団体に所属してる若い子たちはいいんですよ、うん、だけどこっから一人でさもがき苦しんでる高校生とかさ、うん、あとは大学でなんか急に天国に出会っちゃってどうしていいか分かんない人っていうところで、うん、そういうところの架け橋になれればいいかなと思ってね、うん、なんか俺ばっか喋ってるなんか喋ってるでも天国やっぱりどうしてもこうちょっと、まあ、面倒というか手間、うん、初動に比べて手間がかかるとかっていう、うんうんうんところのなんかイメージというか、うんまあ、そういうのもなかなかこう払拭はできないのかなと思いながら、うんうん、なんで、まあ、自分がそこがちょっと手間だなって始めるときに思ったから、うんうん、どうやってなんか楽にというか、うん、こうはあまり手間なくっていうので、うんまあ、前掘った僕のようなやり方っていうのも、うん、ありだと思うんで、うん、なんかそういうふうにこういうふうにやってる人いるんだっていうふうに、うんまあ、もこの動画なんかも見て思ってもらえたらなとは思いますね、うん、僕よりもまた下の子たちとかそうなんだよね。だからどうしてもねやっぱりねその奥深さのところばっかり注目するんですよ。でもうできてる人たちはね、うん、やっぱりでそっちの方が面白いから僕なんかも分かる。だからもっと深く深くこのどっぷり天国の世界に入った時にいやそういう簡単とかそういうことじゃないんだよっていう気持ちすごくはよく分かるんだけど、うん、いきなりそれ言ったところで無理なのよ取っかかりがなかなかそうそうまず天書から書きましょう、うん、ねその漢文やりましょう、うんいやー難しいですよ。だからその前になんかね興味を持つやっぱりこれいろんな人がいろんな分野から参戦してきて昔なんかいろんな人がいろんな形で天国に携わってたからあんだけ、ねね百花繚乱じゃないけどさ、うん、いろんなこういろんなところで花が咲いてさいろんな交流が生まれて喧嘩をしてさ、うん、でもう俺の方がこうお前間違ってるみたいなね感感学学的なところっていうのが、うん、今もうねなんかちょっとねちょっとあまり面白くないのはさあまり喧嘩がなくなったみんな小学校でね運動会で1位2位決めるのはあれだから最後に手つないでゴールしましょう。大人の世界でもこのね結構ねあると思うよ。昔みたいになんか我の強い人たちがさ「いやお前ら違うんだこうだ」って言っている世界じゃないじゃん。で僕もどっちかっていうとこうなんか平和主義者だからそういう風には見られないのかもしれないけどだけど僕だってそういう風に波かなんかね いい人だねと思われたいし、うん、でだけどやっぱりさそういうのを見てたその昭和の時代のなんか荒くれ者の天国家たちがいっぱいいる世界っていうのはやっぱかっこいいな、うん、文人の気質がまだ残ってるみたいな、ねうん、そういうのも見てみたいで。そうそうだからそうするとさあなんかあポップでありながら深いっていうね、うん、それは堺志音ではないかと僕は思うわけですよ。なんかまとめみたいになっちゃったけどってな感じでねここでねなんか言うことある他にでも僕みたいななんかふわふわしたやつもいるんだって思ってもらえればなと思ってそうね、そうそうだから天国はねもうがっつりゴリゴリじゃなくてもいいんですよ。ふわふわの人もいてねもうヤンキーもいていいしねギャルがいてもいいしね、うん、ギャル天国家とかいいじゃん。そうですねギャル初家はいますけど、うん、ギャル初家はあいるかいるいるいるいますよ、ね、ギャル初家いるけどギャル天国家いないからちょっとプロデュースするから、ね、だから俺この間ちょっとさ関保君と話してたんだけど、はい、天国ユニット作りたいアイドル天国を作りたい、うんでね、YouTube でさギャルたちがさ天国かわいいみたいな感じそれをその子たちがめっちゃ韻がうまいったら面白くない？しかもさ調子圏のさとかいうそういう話をする、そう語れる知識もあって、そうそうそう、しかもそれをさポップにさおしゃれにさちょっと調子圏に花咲かせましたみたいなさ
これ可愛くないみたいな感じで、ね、そういうのちょっとやってみたいなとも思う。だからもうね、いろんなことがあっていいと思うし、いろんなところがあって、こうなんか俗なところから、書道だってそうじゃん、みんなから俗と言われるところでこうがあって、それの反対派の保守派っていうのがあってさ、それでだってよく考えてさ、毎日だってさ、読売はないのか、あの前衛書っていうのがあるわけじゃない、うん、前衛書って何なんだよっていうところで、そこにさ、それがちゃんとこう書壇の中で認められてるでしょ、うん、だから天国だってそのね、そういう部分があってもいいと思うわけですね、だからそのね、まあね、酒井師匠の話になっちゃうけどさ、うん、そこのところの取っかかりをね作ったのに誰も注目しないっていうで注目してくれるのがね、やっぱりそのなんか書家さんとかね、そういうところがこう見出してくれて、で、そんな感じになっていけばもう僕は盛り上がる。だからそれに、ね、反対勢力が出てきたら、そしたら俺を潰してくれば、まあ、こっちへ行けるってな感じです。はい、ということでね、ここ西大不動尊からね、はい、天国家宇人と雄大でした。はい、ではまた次の動画で会いましょう。再見、バイバイ。